もうこれシンクロでしょ。あ、シンクロか。これシンクロでしょ。シンクロ。チャイナ。チャイナ。先頭は3本のスタートに真岡、その後ろにはオアシス大久保、伊藤麻子、森三中黒沢を引き連れて登場。果たしてこの大舞台で最高の結果を残すことができるのでしょうか。はい、完璧ですね。さあ、料理と舌のファーストコンタクトです。寒い中な持ってる、あ、手で持ってる、手で持ってる、手で持ったらあかんねん、普通に食ってる。おそらくドラマ北の国からでおなじみの結城内のエロいハンバーガーの食べ方ですね。なるほど。ちなみに本人が北の国からの中でも非常に気に入っているシーンです。なるほどですね。ユン君、ラブホテルにいっぱいビデオあるんだって、見に行こう。何がしたいの？何してんねん。何やってんの？モノマネ見せてくれた映画の、うん、見るよ。エンス、せーの、ハンバーガー。それそうだ。大正解。これは素晴らしいですよ。見事なマッチング。素晴らしいです。なんや。おっと、なんだ？浜口さん。浜口と勝負。日本代表が思い出したぞ。正解してんだ。芸人なら氷水に落ちてなんぼだろうが。ヘミちゃん、これ、はい、刀を取り出して、抜いた。何やねん、何してんねん。囲まれている。まあ、切られたか。切られた。大丈夫か。何してんねん、旦那。きれいきれい。女剣士にすごく憧れていて、はい、それでちょっと今回やってみました。しちゃってみたんですよ。したらできたんですよ。シンクロのパッケージですから、うん、縦はちょっとちゃいますよね。ああいうのにすると分かんないかもしれない、お笑いの人は。あれですか、あの勇気ないじゃなかったんですかね。めちゃめちゃ稽古してるみたいな。あ、そうなの。マジでか。あの配信見てる方本当に申し訳ないですけど、リハが一番面白い。ごめんなさい、ほんま。あかんや。もうそうだ。